無所属の会の岡田克也です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました安倍内閣不信任決議案について賛成の立場から討論を行います。まずこの国会を振り返ってみても、安倍総理、あなたが内閣総理大臣失格であることは明らかです。その最たるものが森友加計学園の問題です。安倍総理と昭恵夫人のあまりにも軽率な言動に端を発したこの問題は、ついに国会での財務省局長の虚偽答弁、公文書の改ざん、隠蔽、廃棄という前代未聞の不祥事にまで発展しました。議会制民主国家としてありえないことが起こったのです。安倍総理は行政府の長として国民にお詫びすると白々しく繰り返しています。しかしこれはあなた自身の問題、あなたは当事者そのものなのです。日本国総理大臣としてあまりにも見苦しく、あまりにも恥ずかしい姿であり、これだけでも辞任に値します。カジノ法案の強行も全くひどい話です。本来賭博罪となる民間企業のカジノがなぜ合法化されるのか、そもそもなぜ成長戦略なのか、基本的なところで説明がないまま、そして国民の7割が今国会での法案成立に反対する中、昨日参議院で委員会採決が強行されました。安倍総理がなぜ異様なほどに熱意を持ってカジノを推進しようとしているのか、本当の狙いは何なのか、私だけではなく国民の多くは全く理解できていないのです。極めつけが参議院選挙制度の改悪です。自民党は法律で必ず実現すると明記した選挙制度の抜本改革に真剣に取り組むことなく、いたずらに時間を浪してきました。そして会期末のどさくさに紛れて定数6増という驚くべき内容を含む法案を半ば強行に成立させたのです。選挙制度は国民の意見を国政に反映させるための根幹となるものであり、このような党利党略はあってはならないことです。総裁参戦を目指す安倍総理が参議院自民党の支持を取り付けるために容認したとの声があることには、怒りを通り越して悲しみすら覚えます。そこまでして総裁選挙を有利に戦いたいのでしょうか。以上、この国会における対応だけ見ても、安倍総理が内閣総理大臣として不適格であることは明らかです。このことに加えて、内閣発足から5年半、安倍総理の基本姿勢について根本的な問題を指摘します。第一に一言で言えば、安倍総理の5年半は、大きなチャンスがあったにもかかわらず、将来のために今必要な改革を先送りし、日本の衰退に歯止めをかけることができなかった時代として記憶されることになる、私は確信しています。急激な人口減少と深刻な財政赤字、この問題を解決することなくして日本の将来を明るく展望することはできません。世界経済が順調に拡大したこの5年半、安倍総理は本格的な改革に取り組むことなく時間を無意に過ごしてきました。安心して結婚して希望を持って生活できるための改革、歳入増と歳出削減のための改革は先送りの連続です。先般発表の骨太方針では、プライマリーバランスの黒字化目標を2020年度から5年先送りしました。それだけではありません。安倍総理は消費税の使途を拡大したことで、当初の財政健全化計画が困難になったといまだに強弁しています。しかし消費税の使途拡大に伴う歳出は 1.7 兆円であり、5年先送りの説明には全くなっていません。努力不足だったと正直に国民に説明すべきです。歳出削減の努力についても、社会保障費の増加をその場しのぎで抑制してきただけです。団塊の世代が75歳以上となる2025年問題がある中、年金、医療、介護、それぞれの制度改革は待ったなしです。安倍総理が本気で取り組んでいるとはとても思えません。これで本当にいいのでしょうか。第二に、外交について安倍総理の外交は、様々な点で行き詰まっています。まずは日露両国関係を経済面で深めるということでスタートしたはずの、北方領土における共同経済活動です。
目に見える進展がありません。北方領土に進出する企業の選定に入ると言いつつ、どのような法律関係がその企業に適用されるのか、いまだ明確になっていません。いくらプーチン大統領との親密な関係を強調しても、北方領土問題は何ら進展していないのです。拉致問題を含む日朝交渉や北朝鮮の非核化も先が見えません。トランプ大統領が圧力といえばその尻馬に乗り、対話といえば手のひらを返して日朝首脳会談を模索するという、これで北朝鮮との信頼関係を築くことは困難です。ポンペオ国務長官の発言からも、非核化のための交渉が長引くことが懸念されますが、これは日本の安全にとって重大な事態です。安倍総理から国民に対して何の説明もないのはなぜなのでしょうか。日本外交は一体どこに行ったんでしょうか。そもそもアメリカファーストを捉えるトランプ大統領の下での日米関係について、安倍総理はどう考えているのでしょうか。今後本格化する自動車をはじめとする通商貿易問題で、関税引き上げなどの理不尽な要求をどう退けていくのか、そもそもそれだけの気力が安倍総理にあるのか、強い懸念を持たざるを得ません。第三に、安倍総理は自らの保身と権力維持が自己目的化しています。そしてそのためには手段を選びません。驚くべきことです。安倍総理の下で行われた国政選挙にそのことが象徴的に示されています。2014年の総選挙と2016年の参議院選挙は、消費税の引き上げを先送りすることを選挙の争点としました。負担の先送りをまるで国民へのプレゼントであるかのように選挙を戦い勝利したのです。昨年秋の総選挙も同様に、消費税の使い道を拡大することを強調した選挙が行われました。国民の消費税に対する嫌悪感を利用し、負担を先送りすることで選挙を有利に戦おうなど、恥を知れと言いたい。女性活躍、地方創生、アベノミクス新三本の矢、一億総活躍、人づくり革命、生産性革命、果たして国民の皆さんはどれだけ記憶されているでしょうか。そのほとんどが言いっぱなしであり、その場しのぎです。政策として必ず実現したいという思いの中で打ち出された言葉ではなく、自らの政権維持のために考え抜かれたキャッチフレーズに過ぎないのです。5年半が経過する中で、安倍政権が残したものは何だったのか、今後ともこのやり方で日本に未来はあるのか、今こそ国民一人一人が考えなければなりません。自民党の皆さんも同じです。安倍総理、日本の将来のために、これ以上新たに日本国総理大臣を続けさせるわけにはいきません。その思いは多くの国民に共有されています。今こそあなたは退陣すべきなのです。以上、私の安倍内閣不信任決議案に対する賛成討論といたします。